はい。産福支持、資格合格チャンネルの講師のおつーちゃんです。この動画では、社会福祉士や福祉住環境コーディネーター、そして公認心理師などの福祉系、心理系の国家資格を見るだけ、聞くだけ、聞き流しで合格レベルにする動画となっております。えー、ぜひ、皆さん見て、聞いて、学んでください。それでは行きましょう。はい。産福支持、資格合格チャンネルです。講師のおつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。 社会福祉試験、見るだけ10点アップ、重要国31という内容でやっていきたいと思います。社会福祉試験、見るだけ10点アップ、重要国31です。えー、今日はですね、社会福祉試験直前特集ということで、えー、見るだけで10点アップできる重要語句を31個集めています。えー、試験直前に必ず見て聞いて覚えてください。それでは行きましょう。1番です。 2015年、平成27年においては、高齢者1人を、現役世代、15歳から64歳は、何人で支えているんでしょうか ?2.3 人ですね、えー。2015年、平成27年で、えー、高齢者1人を、まあ、現役世代ですね、15歳から64歳は、2.3人で支えているということですね。では、2065年には、 高齢者一人を現役世代は何人で支える社会が到来すると推計されるでしょうか ?1.3 人なんですね、えー。2015年から50年後は、えー、2.3人から1.3人で高齢者一人を支えるということですね。2番です。背後は身体上または精神上の障害があることにより 日常生活を営むのに支障がある人を支えるものです。介護者は何を踏まえて介護をしなければならないでしょうか介護の主体は利用者であるということを踏まえて介護をしなければならないとなりますね。3番です。2019年、令和元年に認知症施策推進大綱が策定されましたが、その中では何と何、 車の両輪として施策を推進するとしているでしょうか強制と予防ですね。えー、認知症施策推進大綱というのが2019年、令和元年に策定されたんですが、その中で、えー、強制と予防を車の両輪としてその施策を推進するとしています。4番です。介護保険の非保険者についてです。 はい。まずですね、えー、左側ですね、第1号被保険者ですが、えー、この第1号被保険者というのは、市町村の区域内に住所を有する65歳以上のものですね。えー、受給権者は、えー、保険給付の要件としては、えー、要介護状態、要支援状態にある人が受給権者になるということになります。 そしてですね、次に、第2号被保険者というものがありまして、えー、それは市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者なんですね。これ覚えておいてください。40歳以上65歳未満の医療保険加入者ということですね。で、受給権者なんですが、政令で定める特定疾患により、要介護状態、要支援状態にある人、 ですね、この第1号と第2号、被保険者ですね、えー。基本ですが、かなり重要ですのでね、えー、覚えておいてください。5番です。介護保険の適用除外となる施設、入所者、6つ答えましょう。1つがですね、指定障害者支援施設ですね、えー。障害者相互支援法上の生活介護及び施設入所支援を受けている人ですね。えー、それと、 えー、障害者支援施設ですね。身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に基づく措置により入所している人ですね。で、三つ目が、独立行政法人、えー、国立重度知的障害者総合施設のぞみの園ですね。が設置する施設ですね。それと四つ目が、救護施設となります。これは生活保護法に則っ,って、まあ、えー、設置されている施設となります。 そして五つ目ですね。医療型障害児入所施設ですね。これは児童福祉法上の施設となります。で最後六つ目ですが、えー、国立ハンセン病療養所等となりますね。この6 つがですね、えー、介護保険の適用除外となる施設となりますね。覚えておいてください。まあ、簡単に言うとですね、えー、指定障害者支援施設、障害者支援施設という、障害者のくくりで、えー、そこでまあ、あの、生活している人であったり、その施設は、えー、適用除外、介護保険ではないですよということ。それとですね、救護施設ですね、生活保護法上の施設に入っている人も、えー、介護保険の適用除外ですね。 えー、そしてまあ、あの、ハンセン病等の療養所等に入っている人も、えー、適用除外になりますよという形になります。6番です。介護保険サービスの利用者負担について、福祉用具購入費の支給限度額はいくらでしょうか ?10 万円ですね。これも覚えておいてくださいね。福祉用具購入費の支給限度額ですね。10万円となります。7番です。 住宅回収費の支給限度基準額はいくらでしょうか ?20 万円ですねえ。福祉用具購入費は10万円で、住宅回収費は支給限度額20万円となります。8番です。上記の福祉用具購入費と住宅回収費、それぞれの利用者負担は何割でしょうか ?1 割ですねえ。ただしなんですが、 指定以上所得者は2割。で、特に所得の高いものは3割となりますね。この辺もですね、細かいですが覚えておいてくださいね。9番です。要介護施設、要介護、えー、施設従事者等による障害者虐待への対応の4つですね。はい、まず1つが研修の実施。 そして、利用者とその家族からの苦情処理体制の整備。で、三つ目が、要介護施設従事者等による高齢者虐待発見時の市町村への通報義務。四つ目が、都道府県知事による情報公開。ですね。これが、要介護施設や要介護施設従事者等による高齢者虐待についての対応ですね。研修の実施、利用者とその家族からの 苦情処理体制の整備。妖怪護施設従事者等による高齢者虐待発見時の市町村への通報義務。そして都道府県知事による情報公開ですね。10番です。待機児童の解消を目的に2013年度、平成25年度から何が推進されたでしょうか。待機児童解消加速化プランというものですね。11番です。 2017年平成29年度末からは何が実施されたでしょうか子育て安心プランですね。12番です。子育て安心プランは2020年令和4年度末までに何を目指しているでしょうか ?25 から44歳の女性就業率を80%まで引き上げる とういうものですね。これがですね、子育て安心プランが、えー、2020年度末までに目指しているものとなりますね。13番です。里親の種類について見ていきたいと思います。はい、えー、ちょっとね、バント、まあ、表を出しましたけれども、えー、里親の種類、大きくはこの4つあります。養育里親と専門里親、そして親族里親と、 養子縁組里親というものですね。えーまあ、専門里親というのは、養えー、っ、えー、と、養育里親の、ま、カテゴリーに、カテゴリーに含まれているものということで、ここにあるんですけれども、この4つですね。まず見ていきます。養育里親というのは、対象の児童は、養保護児童となります。で、それで、えー、この養育里親になるのに研修がある、ということ。で、その中の専門里親というものは、 えー、養保護児童のうち、特に、非虐待児、非工児、障害児、対象となります。この専門里親も研修がある、ということですね。で、次に、親族里親ですね。えー、親族が、まあ、里親になるということですね。で、次の両方に該当する養保護児童となります。えー、1、親族里親に、不要義務のある児童。2、 保護者の死亡、行方不明、入院などのために、養育が期待できないということですね。こういった条件のある方ですね。が、まあ、親族里親になるよということですね。まあ、親族里親に至っては、研修は適宜ということですね。ですから、ま、義務ではないんですが、まあ、あのー、研修受けてもいいよとか、まあ、行ってもいいですよということになります。で、四つ目ですね。 えー、養子縁組里親なんですが、えー、対象の児童は養保護児童となります。これも研修はありということになりますね。次に、えー、児童相談所の権限について見ていきたいと思います。14番です。児童福祉施設などへの入所や里親委託の措置は、保護者による虐待や著しく看護を怠っているなどの場合には何ができるでしょうか 保護者の同意がなくても、都道府県知事等の委任により、それらの措置を取るということができるとなりますね。えー、まあ、あの、虐待とかですね、著しく保護者による看護が、えー、看護を行っているなどの場合には、えー、児童福祉施設などへの入所や、里親委託の措置は、えー、同意がね、保護者の同意がなくても、都道府県知事等の委任によりできるということですね。15番です。 保護者が立ち入り調査を拒み、つつ再出頭要求に応じない場合は何ができるでしょうか児童の安全確認のため、裁判所の許可上により、臨検や捜索を行うということができます。こういったですね、児童相談所の権限というのがあるんですね。これも押さえておいてください。16番です。犯罪をした者、非行少年に対し、 社会内で通常の社会生活を営ませながら、指導監督及び歩道援助を行うことにより、その再犯防止と改善構成を図ることを何と言うでしょうか。保護観察ですね。17話です。では、指導監督と歩道援助の違いを答えましょう。 はい、えー、指導監督というのは、まあ、あの、面接であったり、生活行動指針であったり、専門的処遇というものが、まあ、あの、あるんですけれども、この生活行動指針というのは、えー、保護観察対象者が遵守事項を守り、必要な指示を行うということですね。で、専門的処遇とは、 犯罪的傾向を改善するために、まあそういった処遇を行うという、まあどちらかというと何かこう教えたりとかですね、まあこう、まあ上からというか、そういったこう上からこう、まあ何かをこう指示するとか、守るようにするとかですね、面接をするとか、そういったことになりますね。そしてもう一つ、歩道援助というのがですね、えー、宿泊場所の圧戦であったり、医療療養 まあ、教育訓練、就労支援であったり、生活環境の改善とか生活指導を行ったりですね、社会生活への助言や措置ということでですね、どちらかというと同じ目線でというか、まあ、あまりこう、まあ、上からの立場で何かをし、監督するとか見守っていくとか言うんじゃなくて、まあ、同じような立場でですね、一緒にですね、生活であったり、 まあ、医療であったり、就労であったり、そういったことの、まあ、あの、手助けをするというのが、歩道弁護ということになります。16番、あ、すいません。えー、マッピング法についてです。18番です。えー、世代関係図や家族関係図と言われるもの。この右のような図ですね。英家の場合みたいなね。こういう、そういったこの図のことですね。マッピング法になるんですけれども、何というでしょうか ジェノグラムと言います。これですね、相談支援の現場ではよくこうケース会議等々で出るんですが、絶対に覚えておいてくださいね。19番です。生態地図や社会関係図と言われます。周囲の人や社会資源との関係を図式化したものを何と言うでしょうか。えー、この右のようなものですね。えー、まあ、あのー、まあ、本人がいて、妻がいてとか。 で、B 医師がいて、友人がいてとか、他友人いたり、ケアマネさん、ヘルパーさん、えー、隣人、息子夫婦とか、弟とか姉とかですね。そういったこう社会関係図ですね。えー、資源との社会本人を中心とした社会資源との関係を図式化したものですね。これ何て言うでしょうか。エコマップと言います。はい、次にですね、20番です。 性因関の選択や拒否、無関心といった関係を社会測定の知見を活用して図式化したものは何でしょうかこの右のようなものです先ほどもまあちょっと似たようなものだったんですが、えー、この人とこの人はまあこういう関係であったりとか、えー、関係が一方方向であったりとかですね。それをこうまああの点線や、まあ、実線とか太いとか薄いとかで、えー、書き表している図のことですね。これを ソシオグラムと言います。21番です。個人情報保護法における個人情報の定義では、文書、映像、音声などの形式に限らず、個人情報として保護の対象となるものは何でしょうかその情報が誰のものであるのか識別できるものが、えー、個人情報として保護の対象となります。 えー、まあそういうですね、えー、個人情報の定義は文書や映像や音声などの、もう、ことした形式にこだわらないんですね。その情報が誰のものであるのか識別できるものであれば、個人情報として保護の対象となります。22番です。氏名のみでは個人情報に含まれるでしょうか含まれる。 ですね。これ、まあ以前過去問にもあったと思うんですけれども、まあただの氏名だけとかね、氏名のみでも個人情報にはなるということですね。覚えておいてください。23番です。量的調査の方法として、募集団全体を調べていく調査を何と言うでしょうか。全数調査と言います。24番です。 量的調査の方法として、募集団から一部を抽出して行う調査を何と言うでしょうか。標本調査と言います。25番です。介護保険法上の制度として位置づけられた地域ケア会議の機能を5つ答えましょう。まあ、すでにですね、もう5つあるんですけれども、1つ目が個別課題の解決ですね。これはどういうことかと言いますと、 多職種連携の共同による支援での解決ですね。そういったものが個別課題の解決によって、まあ、あの、まあ、あの、出てくるよということになりますね。多職種連携の共同による支援での解決。それが個別課題の解決になります。次に2番目ですね。地域包括支援ネットワークの構築ですが、これは会議を通じて必要なネットワークの構築ができますよということ。3番。 地域課題の発見については、解決事例を蓄積して、地域課題の発見につながっていくということ。まあ、解決事例というものがね、いくつかあると思うんですが、そういうものをこう積み重ねていく上で、地域課題とは何ぞえと、そういったものを見つけることができてくるということになります。4番です。地域づくり、資源開発については、住民との役割分担を図るということですね。 地域づくりであったり、まあいろんな社会資源を開発するにあたって、まあ住民がここまではやってくれるかなとか、ここまではやってもらおうとかですね、住民でできる範囲はここですよということも測ることができるということになります。5番です。政策の形成ですね。これは、えー、地域課題に対応する有効なサービスを作るということにつながるんですね。これが政策の形成となります。 26番です。就学、就労、職業訓練のいずれも行っていないものを何というでしょうかニートですね、えー。ニートというのは、就、まあ、学や就労や職業訓練のいずれも行っていないもののことを言います。27番です。ILO、国際労働機関は、21世紀の主目標として何を掲げているでしょうか ディーセントワークというものですね。これはですね、働きがいのある人間らしい仕事ということなんですね。これがですね、ILO、国際労働機関が21世紀の主目標として掲げているものです。ディーセントワークと言います。28番です。障害者職業センターに配置され、障害者に対する職業評価や職業指導、職業準備支援、 職場復帰支援などを行うものは何でしょうか障害者職業カウンセラーと言います。29番です。障害者に対して職場適用のための直接的な指導、援助を行うだけでなく、障害者の家族や事業主などに対して必要な助言を行うのは何でしょうかジョブコーチ となります。障害者職業カウンセラーとジョブコーチの違いですね。これも押さえておいてください。えー、障害者の家族とか、事業所などに対して必要な助言ですね。そういったことを行うのはジョブコーチとなります。30番です。アートビル法と交通バリアフリーでは、対象はどんなものでしょうか。高齢者と身体障害者となりますね。 えー、で、31番です。では、バリアフリー法。では、対象はどんなものでしょうか身体障害者だけでなく、知的障害者、精神障害者まで対象を拡大されております。まあ、あのー、流れとしましては、ハートビル法と交通バリアフリー法というのがあるんですね。それはですね、高齢者と身体障害者のみが対象だったんですが、 その二つが合体されてですね、バリアフリー法というのができたんですね。それで対象が、えー、身体障害者だけでなく、知的障害者や精神障害者まで対象を拡大されたということですね。この流れも覚えておいてください。はい、えー、今回ですね、試験対策として見るだけ10点アップ、重要三31という動画を作っています。えー、試験直前でですね、 まあ時間がないけれども、まああと5分だけ、10分だけっていう時に、見るだけで、まあ10点は上がるだろうという、まあ最品質用語ですね。重要語句を31詰めています。必ず役に立つんでね。試験直前5分前、10分前でもいいんでね。何度も見て聞いて覚えてください。試験直前対策として、えー、役に立つキラー動画ですのでね。ぜひぜひお使いください。はい、えー、何度も何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてくださいね。 聞き流し、ながら聞きで OK ですのでね、生活のちょっとした隙間時間や空いた時間、通勤・通学の時間、夜寝る前の30分とか、草をきた後の15分や20分でもいいのでね、毎日毎日コツコツやることで必ず力はつくと思いますので、えー、しっかりと勉強してください。はい、えー、社会福祉の直前動画、まだまだ上げていきますので、よろしくお願いします。以上です。